次の兄さんね、枠増えるわけじゃない？はい。で、この時どうするつもり？で、見ると平均がぐらい。全然増えるな。枠増えたらさ、みんな投資するんだよ。パカラパカラ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト馬淵まりこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。馬淵さん、はい、コメントでこういう質問が来てて、うん、ちょっと僕も気になったんですけど、うんうん、積立投資、うん、みんな毎月いくらくらい積み立ててるんだ、うん、どれくらいなんだろうね、はい、僕の同僚からも、うん、いくら積み立てたらいいのみたいな、うん、まあ、今の現行のニーサもそうですけど、新ニーサで結局いくら突っ込んだらいいのみたいな。確かにね、まあ、稼ぎとかもあったり、うん、貯金どれくらいあるのかでも話変わるとは思うんですけど、みんなの話をちょっと聞きたいな。確かにみんながね、はい、どれぐらいなのかっていうのをちょっと見ていきましょうか。はい。PR タイムズで発信されてるプレスリリースがあるので、ちょっとそれ見ましょうか。アンケート結果があるので、はい、皆さんに聞いてみて、どれぐらいやってんのみたいなニュースリリースがあったので、はい、ちょっとそれ見ていきましょうか。で、この PR タイムズの記事、まあ、探してみたところ、なんか以前、お金子さんっていう、企業さんご紹介したと思うんですけど、はい、あそこが、こういうアンケート調査までやってるのよ。ファイナンシャルプランナーとか、うん、相談できるみたいなサービス、はい。そう、そこのお金子さんが、ニーサ全般のアンケートを実施していて。気になりますもんね。いや、ニーズありますよ。どうしてんのみんな、みたいな。いや、確かに。で、これをちょっと見ていきましょう。で、中見ていくと、今、小林さんがズバリ聞きたかった、はい、今の積み立てニーサで、はい、毎月どれぐらい積み立ててるんですかっていう質問に答えてくれてるの、みんなが。で、見てみると、月2万3000ぐらい。今、マックスが3万3000ですよね。そう。あー、まあ、そう、なるほどね。うん。うん、それぐらいみたい。はいはい、なんとなくね、感覚わかるよね、うん。平均は2万3000なんだけど、6割ぐらいの人は3万円超えて積み立てしている。まあ、上限ギリギリぐらいまで使ってる人もいるんだなって、こういう結果になっています。で、さらに見ていくと、次のニーサね、枠増えるわけじゃない？はい。40万円からさ、120万円になるわけなんで、はい、月だから3万3000から月10万円に一応できるわけになるじゃない、うん、はい。で、この時どうするつもり？っていう質問もしてもらってるんですよ。気になる。で、見ると平均が4万8000円ぐらい。いや、全然増えるな。そう、だからやっぱさ、倍くらいの枠増えたらさ、みんな投資するんだよ、プラス。そう、みんなしたくてしょうがないってことですね。ねえ、やっぱ枠増やしたら、はい、ちゃんとみんな増やす方向になってるっていうことですね。日本経済が動くぞ、これは。うんうん。で、10万円を超えてってことは 28% ぐらいかなっていう感じです。なんで、まあ、枠をちょっとしっかり利用していきたいって方が多いようですね。うん、10万円超えてる人がガツンっていて、もう6万から9万くらいのところもちょろっていて、そこで2つに分かれてる。5万との差がやっぱあるね。5万までか、5万以下なんで、5万と8万の差は大きいかもね。確かに。これもうやったるぞって気合入ってる層がガツンっていてで、まあちょっと増やせる。5万ぐらい。5万くらい。まあ現実的に、みたいな感じでコツコツ。確かにね、5万と8万って結構、世帯によってはインパクト違うからね。うん。これ10万超えしてる人は多分貯金ある人じゃないですかね。うん、貯金もあるし、世帯でしょ、これ。世帯年収が、やっぱ高ければ高いほど関係なく投資できるっていうところはもちろんあると思いますよ。うん、もう早く使い切ってっていう感じですかね、バトル。そうですね。ものすごいこう、あれですね、規模の効果で増やしていこう感じですかね、うん、そうみたいですね。これめっちゃ面白いな、このデータ。でもどっちに行くかって、自分のあれですね、そうってご自身のね、状況、収入とか家計の状況に合わせてなんで、別にどれが正しいとかじゃなくて、 無理のない範囲でっていうのはもうお決まりのことなので、うん、はい、うんうん、続いてのアンケートが、積立額が3万円以下の人の半数以上は新NISAでも積立額は変わらないっていうふうに答えている。これ何を意味しているかというと、やっぱり収入だが問題になってるね。ああ、つまり今3万円以下であるという人が、うん、枠が増えたとて、うん、3万円以上には増やせませんっておっしゃってるわけですよね、うん、だから制度が変わったとしても、満額投資できるっていうことはできないって答えてらっしゃる方もいる。まあ十分にわかりますよね、この回答はね。あ、そうですね。だからやっぱちゃんと収入をベースをアップできるようにしていかないと、投資に回すお金だってありませんよっていう、うん、まあ悲痛な声
の一つだと思います、うんうん、満額を活用できるみんながなればいいよね。でもね、いやそうですね、うんうん、いや結構やっぱり分かりますね。なんか ある程度ちょっとさ貯金あって、うん、どうしたらいいのってノリノリで聞いてくる人と、うん、いや、ね、ないよみたいな、絶対やった方がいいと思うんだけど、うん、1万2万毎月かってなってる人、そうもちろんもちろん分かれてるんで、そうですよね。やっぱ稼ぎとか貯金までできてる稼ぎがあるかっていうのは大事ですね、うん、そうですね、うん、で今の、まあ、あの延長線上のねあのお話になりますが、はい、新NISAを利用しない人の理由は、はい、やっぱり投資に回すお金がないっていうのと、うん、仕組みがわからない、これが2つの大きな問題になってるんです。うーって感じじゃない、投資に回すお金がないはまあまあなかなか難しいもので、仕組みよくわからないっていうのはちょっとどうにかしたいですね。もっと簡単にね投資できたらいいんだけどね、ちょっと複雑だもんね、口座開設とかもまだまだね。そうですね、っていうね、ある意味こう社会に対する投げかけも含めて、うん、課題意識満載のアンケート結果を出していただいているお金子さんっていう感じですね。投資に回すお金がないっていうのは悲痛な声かもしれないね、うん、こういうのはね、あの、だから小林さんの今の質問、どれぐらい回したらいいのかっていうのは、結構皆様の声がこう集合値として集まってはきてますね。うん、これ、なんならあれですね、このマッチマリコの株式クラブを見てる方々、うん、視聴者さんが、どんな感じなのかも気になりますね、うんうん。そうね、ここは多分ちょっと募集団がまた違うと思うのね。投資もされてる方が多いので、そう、私がツイッターで投げかけた時はさ、もう10万満額いきますみたいな方多かったので、まあ、募集団がちょっと違うかもね。ノブさんのフォロワーの意識高いですからね。そうですね、だいぶ皆さんお勉強されていて、またちょっと違うかもしれない。まあまあよかったら聞かせてください。はい、そうですね。まあなんかこの仕組みがよくわからないっていうのは、このチャンネルではこう、どうにかしていきたい課題みたいな。そうですね、ちょっと一個一個こう、詳しく解説していきましょうか、ね。ちなみにマブチさんは、あれ、うん、新人さん、どういうあれなんですか、うん、戦略なんですか。あ、前も言ったと思うけど、はい、配当とかインデックスで振り分けていこうかなって感じ。小林さんもやる？どう？します。これ僕は正直ちょっと10万ガツンって回して、口座のまだ貯金ないんで。別に2万とか1万でいいんじゃないの？はい。ね。ちょっと平均くらいのちょっと数万、うん、あの、現行NISAくらいとか、金額感で、とりあえずはやろうかな。ね、それまたね、始まったら、皆さんに見せながら、画面とか見せながらやっていきましょうよ。はい、やっていきましょう。でもこの仕組みがよくわからないっていうと、うん、まあもちろんこの株式クラブでも、わかりやすく噛み砕いて、まぶしさんが、説明してくださってると思うんですけど、まあいえ、やっぱり、え、じゃあこれは？あ、これは？っていう、なんか自分の状況を踏まえて聞きたい方だったりとか多分あると思うんですよ。うん。マムさんに、それをいちいちもちろんこう、全部こう投げかけて、なんならもう答えてほしいくらいなんですけど、まあそれもなかなか叶わない願いではあったりするじゃないですか。うんうんうん、そうやって、こう、わからない人みたいなのは、もうどうしたらいいかな、みたいな。確かにね、そう、私もね、いろいろその皆様からいただいたコメントに対して動画を作ってるってこともあるんですけど、はい、全部は難しいですし、私よく間違えられるんですけど、ファイナンシャルプランナーじゃないので、間違えられるっていうか、こういうファイナンシャルプランナーのことまで全部聞いていいってよく思われちゃうんですよ。でも、それはまたね、違うのよね。人生設計の細かなそのプランは、その専門の方がいらっしゃって、うん、私結構相場とか、うん、企業、経営とか、うん、企業分析なんで、ファイナンシャルプランナーではないんですよね。なんで、それは、そちらのプロの方に聞いた方がいいです。うん、なんで、私がお伝えできるのは制度の仕組みを分かりやすくというのと、あと自分がやってみて、こういう状況だよっていうことをお伝えするわけで、プラス皆様にそれぞれに、一人一人に相談に乗ってもらうのは、あの、ファイナンシャルプランナーの方がいい。絶対いいというか、そうです、ね。それの方が間違いないので。マブさんのちょっと話聞いてると、あ、マブさんマジでゴリゴリな働き方というか、生き方してるなみたいな。そうね。当てはまらないこともあると思うから、皆様とそれぞれの人生に合わせて、プランを組んでくださるっていう仕事があるので、はいはい、そちらのプロの方に相談してほしいなと思います。うんうん、で、まあ以前あの紹介させていただいたお金子さんが、そういうプラットフォームをお持ちなんですよ。国内でも一番規模が大きくて、ファイナンシャルプランナーさんとかがいろいろ登録されていて、はい、その方々に相談できるみたいな。プラットフォームなので、うん、チャット形式でいくつかの質問に答えていって、うん、何に悩んでるとかどういうふうなことに困ってるとかそういったことを入力するとお金の健康診断みたいなことをしてくれてそれとともにそのお金のプロの方々がいろいろ相談に乗ってくださるしかもチャットで、うん、オンラインで
そういう形式のものがあるので、わざわざ窓口に行ってお話を聞くじゃなくて、チャットでできるので、気軽でいいですよね。あ、いいですね。うん。それまあ、ぶつけてみるのがいい、お金子さんはいいところだと思いますよ。チャット料金は無料なんですね。あ、そうなんですよね。はい。なんで、基本的には、まあ、単純な、こう、簡単な質問に関しては、はい、無料みたいなんで、これどうしたらいいんだ分かんないっていうこと、そのチャットを使って聞いてみるといいと思います。うん、なんで、今、ファイナンシャルプランナーとか IFA の方々が登録していて、ワンストップで相談できるみたいなので、うん、まあ、これを利用してみるっていうところと、まあ、さらにこう、もう一歩、なんかこう深く聞いてみたいとかなったら、ここからは料金がいりますよとか、明確な境目があるみたいなんで、それがいいかもしれないですね。あ、いいですね。うん、僕の周りですら国聞いてきますもん。どうしても。いやでもプランナーじゃないからね。そう、ゴリゴリな考えしてる方だから、どっちかっていうと、うん、当たり障りのない回答になっちゃう、うん、とりあえず3万3千円積み立って貯金あんの、あ、貯金あんだ、じゃあ新ニーサもガツンってとりあえずやってみたいなざっくりしてる回答しかできないですねそうだから、やっぱさ、もうちょっと、いつぐらいに結婚して子供をどれぐらいでとか、何人産んでとか、家をいつ建てて、車をいつ買ってとかって含めてさ、ね、考えないといけないからさ、まるっとざっくりさ、ボーン3万3000円っていう、まあいいんだけど、多分いろいろあるはずなんで、それは多分私の役割じゃないじゃないですか。だから、そこのプロの方がいらっしゃるので、まず無料で聞けるところまで聞いてみてください。うん、で、プラスなんかもうちょっと深く聞きたいっていう場合は、ここからは直接なんか聞けたりするみたいなものがあるので、まあ、お金子さんに行っていただいていろいろ見ていただくっていうのがちょっといいかもしれないですね。ですね。うん。なので、気になる方はぜひ概要欄の、リンク見ていただけるといいと思います。気軽になんか、チャットで相談できるみたいなんで、そこから始めてみてください。ありがとうございます。もうちょっと僕も聞いてみようかな。あ、そうね。ゴリゴリのちょっと考え方どうですかみたいな感じ。また聞かせてください。どんな感じだったか。チャットの答えを。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。